第91ページシド2003年結成の4人組ロックバンド2008年にテレビアニメ「黒執事オープニングテーマ「モノクロのキス」でメジャーデビュー2018年はバンド結成15周年メジャーデビュー10周年のアニバーサリーイヤーとして50本以上にも及ぶ 全国ライブハウス公演やアジアツアーを行った後2019年3月にグランドファイナルとして横浜アリーナ公演を大成功に終えた。2020年12月23日にはニューシングル「ほうき星」をリリース。 改めましてシドのボーカルマオですギターのシンジですはい今日はシドの四人組の、えー、バンドなんですけど四人の中からこの二人でお届けします、はいえー、先週12月23日にリリースしたばかりのニューシングル宝木、はい、星を持って番組に遊びに来ました、はいえー、短い時間ですがお付き合いくださいお願いします。まずはそのニューシングル宝木星について話したいと思いますけど、はい ここれシンジ君が作曲とということでそうででそすね,ねどんなイメージで作曲したのかとか、はい、どういうふうに届けたかったのかとかそういうところ聞いいてみたでですね、うん、そうですねねそうまず最初にあのリモートで4人で話し合いをしましてうん、うん、それでまあ何ですかベタですけどやっぱりなんか希望とかあの元気を届けたいなっていうなんかこのタイミングではやっぱそう思って。うんあのー、誰が どういうい曲作ろうかみたいな話になって僕がそそのの元気系の曲っっってて最近作ってなかかたんでで確かに珍しいよねそうですねうす、ん、僕もなんかやっぱ何でも挑戦したいなって最近思うのでうん、うん、もうやっぱ元気な曲結構もう言われた時点でもう頭の中にちょっとした構想が浮かんでたぐらいで、えーはい、それで作っていった曲ですね。あのー、イントロからの,あのゆっくりな感じから元気になっていくのももう何かあったの ありましたねあそうもう途中しかも何だろう頭で入ってくるっていうか、うん、途中でいきなりバーンって元気になるみたいななんか不思議な感じでどんどん盛り上がっていくっていうかうそう最初あれじゃないそのワンコーラス作ったらもう聴き合おうぜみたいな感じだったけどうん、うん、なかなかやっぱワンコーラスでは伝えにくい曲だったりはするんですけど。うん,確かにうん だから結構最後まででがっっちり作って聞かせた感じですね、うん、最初やっぱでも聞いた時に一番最初聞く時ってすごい楽しみじゃんで最初に聞いた時に「あ結構テンポ遅めか」と思ったとこでいきなりバン入ってきたから「おおいいねと思って、うん「そう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 そそうそううそうう でドキドキで嫌なんですけどね,あけどね選ばれましたね <laughs> 選ばれたっ、ね、ていうかまあ作ったんだけどね。というわけで歌詞は僕が書いてるんですけどはい、はい、さっき新宿も言いましたけどその、うん、背中を押せるようなね曲だったり応援ソングになってますのであのこの時代ね結構こうふさぎ込んじゃって楽しくないなとか、うんえー、苦しいなとかなんか寂しいなとかって人にちょっとでもね元気になってもらえるような歌詞を書けたと思ってますので。うんうんうん で多分その世代もあの性別も選ばずに、えー、特に問わずに皆さんにしっかり聞いていただけるような歌詞の内容になってると思いますので、うん、よかったらねたくさんの人に聞いてほしいなと思っています。そして、えー、初回版には「撮り下ろしのブックレット付き」ということで、はい、結構ね写真もいっぱい撮ったね初回版大きいんですよね大きいんでね初回版大きいです。 大きい感感じじで綺麗なだまあ俺たちのファンのみんなってその、まあ、今配信とかがね結構メインでやってたりするけど、うん、世の中的にはね、うん、けど俺たちのファンのみんなは結構その初期からずっと CD をコレクションしてくれてる人も多いので、ね、今後も多分 CD がなくなっても指導の CD だけは最後まで多分。 1>, うん、あの1枚指導だけしか出してねえな CD ってなっても多分出します、うん、なので我々世代ってやっぱり CD への憧れっていうのもやっぱりあるからあるよね、うん、あの開ける時のドキドキねあとこの俺優先にも本当憧れがあってわ、うん、かる僕洋服屋さんで昔働いててうん、うん、毎日優先をかけるんですよやっぱあのお店の BGM としてでまあ洋服屋さんだから 結構アメリカンなちょっとおしゃれな曲っていうかそういうの流さなきゃいけないんですけど僕が店長になった時に、うん、もう j p o p 流して <laughs> 怒られそう <laughs> 怒られそうン雰,雰囲気と合わないっ,つって、はあ、もう j p o p が好きなんじゃっつって 2>,、うん、2曲ずつ確かリクエストできたよね前そうじゃなかったっけんそんなのあったっけな,なかったっけありましたよねそうなんだ <laughs> そう 2曲かけてよくてはい、はい、それを俺喫茶店でバイトしてた時に公衆電話から2曲 2>、うん、あのじゃんけんして「うん、今日俺」みたいな感じで、ね、買った人が2曲リクエストするうはい、はい、ええー、それ楽しそうでそれが鳴ったら一人でこうニヤッとしてるみたいな <laughs> <laughs> そういう今はないんですねそれが <laughs>、ね、今は1曲らしいあ一1曲なんですね,ねはい えー、そして1月14日にはシ、えード史上初となる結成記念日ライブが、えー、開催決定ということで。はい あのー、配信ライブまでやってなかったんですよね、シードは。シードはそうですね,ねやってなかったんですけど、はい、せっかくその1月14日っていう俺たちの記念日、結成この日で17年か、うん、17年,17年やってるんですけど、うんそのね、せっかくの記念日なんで何かやりたいなということで、うんえー、配信ライブやりますので、はい、まあこれ、皆さん全国、全世界、どこからでも見れるのでぜひぜひあのチェックしてみてくださいはい。 さあそれではここから番組の方が用意してくださった質問に答えていきたいと思います。はい、なんかいっぱい用意してもらったんですけど、ね、まずは、うん、じゃあね、うん、これ楽しそう。いつかコラボをしたい人は。うん。新宿いますか。いっぱいいるんだけどな。コラボ。うん。やっぱり僕はあのボーイに憧れて、はい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 。そうあのホテルさんに憧れてギターを始めた。 たりしたんですけど、やっぱりもう神を通り越しちゃってる感じっていうか。なんか近づいちゃいけないような感じもするんですよ。恐れ多い。そう。あ、もう下手に近づいたら、ちょっとなんか。なんか俺も子供のままでいたいっていうのもあるんだけど。でもやっぱり憧れなんで。夢じゃ夢ですよね。あ、テ袋さんとのコラボが。コラボが。いいね、叶えばね。最高だよね。 さすがにちょっとビビるけどねなんか二人でギター持ってこう写真とか撮りたいね。ね。めっちゃ恐れ多そうにしてるシンジがね <laughs> いや実際ね一回だけ写真は撮ったことある <laughs>、ね、そうそうそう,そう,そうねお話したって言ってたもんね<う>すごいよね。何か子供の頃から考えたら信じらんないんだよねよくそういう憧れてた人に会ったりとか、うん、音楽聴いてた人テレビで見てた人。うん まさにこうやって優先とかで聞いてた人にね会った時なんてもう本当に信じらんないんだけど信じらんなくてなんか変ないらんこと言っちゃうんですよああそうなんだそういらんことは言っちゃうんですよ澤はちなみに俺はねあのーはい、お笑い芸人のレインボーって知ってるレインボー <laughs> えそれはそのいわゆる今流行ってる第7話。 あわかんない第<れ>何世代ってこれ知らないんだけどレインボーっていう人がいてコンビなんだけど池田さんとジャンボ高尾さんっていう人がいて、うん、でそのまあレインボー自体も好きなんだけど、うん、あのその特にジャンボ高尾さんがやってる YouTube の食うチャンネルっていうのがあって食う、はい、って食べるね。 あはいはい、そうただひたすらこうご飯を食べてるだけなんだけど、うん、<laughs> これがすごい好きでであのー、例えばカレー俺好きじゃん、はい、かカレーを食べる前にはそのジャンボたカさんがカレーを食べてるものを見て一回、うん、で口の中をこう唾液でいっぱいにして <laughs> でカレーを食べるみたいなことをよくやってんだけどでいつかそのジャンボさんとなんかこう。 コラボしたいなーっていう,うん一緒にただ食べる動画とかやってみたいなっていうのあるかななんかねインタビューの時にもマーク言ってたよああ確か,なんか死ぬほど食える体になりたいみたいなあ,あそうそうそう、ね、ご存知やっぱね最近ねそのまあいろんな興味をこう通ってきて、うん、なんかな趣味とかもさいろんなのやってきたじゃんこ、ねうん、けど最近やっぱあのあれだなご飯を食べるのが一番楽しいっていう、うん お酒とかもそうだけどまあご飯を美味しく食べるっていうのがねやっぱね一食でもこう外したくないみたいなさ、うん、<laughs> それ結構最近強くて、うんうん、だからえー、ねジャンボタコさんみたいに美味しそうにご飯を食べる人のと隣とかでね一緒にこうご飯とか食べれたら楽しいかなっていうまあちょっと音楽とか違いますけどコラボしてみたい人かな、うん、じゃあ次行ってみようかまだ時間あるしね。はいうん 何でもいいよじゃあ信じ選んでいこうから。じゃあ、うん、オーダーメイドで作ってみたいもの。作ってみたいもの。うん。作ってみたいものはなんだろうな今今オーダーメイド。本棚。ああ<ー>。本棚作りたいかも。いいね。うん、うん、本棚って割とその自分の理想のサイズってあんまなくてだから本ってこう大きさが全然。 ババラバラでまあ大きく 3, 種類なんんだだけどだ、ね、あるじゃんだからそれをこう、うん、あの自分が多く持ってるタイプの大きさってあるじゃん、うんうん、それがこう入らなくなってきたりとか、うん、他のはしっかりはまってんだけどかとかさで本棚の上の方がちょっと空いてたりとかっていう結構今あのバランスがよくなくてそれを自分仕様にこうバッチリした本棚とかがあったら。 なんかいいよねん、うん、あ自分で作るんじゃなくてもう頼んでって感じのあ俺ね作るの嫌いあ嫌いなんだ何も何も作らずに生きていきたいできれば <laughs> でも今ほら <laughs> 家,家生活が多いじゃないだから DIY する人がなんか多いみたいなでいです、ね僕ははあ、説明書がもう結構この世で一番 嫌いいかもしれないですね説明書っていうものがああ、まあ、俺もそ,れだそ,う,そうだだね説明書やだ、まあ、で電化線やとか言ってもなんか説明書、まあ、買ってきてももうとにかく触って何でもそうだけどさすがにパソコンの初期設定とかああいうのはなんかちょっとごめん見ながらやんないと、うんうん、分かんないってなってるけど、ね、まあその以外は基本的には見ないから一回この、うんうん、なんだろうな組み立て物とかはどうしても組み立てなきゃいけないものとかは一回変な形に組み上がるね。 うん、何も読まないで。ちょっとでまたバラ、うんま、して、うん、でまあ今はねこういう時期だからあんまり人うちに読んでできないけど当時はそのあのすごいそういうの得意な男の人とかいるじゃん。うん、でそういう後輩とか読んで <laughs> ちょっと <laughs>。 ご飯奢ってあげるから、<laughs> 組み立ててとか言ってやってもらったりしてたな。なそういうの好きそうに見えるんだけど、ね。俺嫌いですね。びらっとくるよな。こ<ぁ>れじゃん。信治は？オーダーメイド。僕はね、うん、あのー、たまにラーメンを一から作るんですけど、ははうん、あのレードルってわかる？<ん>レードル。うん、あのちっちゃいお玉。 かき氷のシロップ入れるやつみたいなあわかるかもそうそのレードルっていうのが大体売ってるのって 20cc とか 30cc 油入れるやつかそう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 いうのしか売ってないから僕がそのタレを入れたいのは 28cc なんですけどみたいなそうそうやってオーダーで作んないといけないらしくてそれけど やってくれるそうじゃないそういうお店あんのやっぱ作ってくれるとかうんあると思うねだからちょっとね作りたいんですよあいいじゃんそのこだわりはいいねその何 cc でやっぱもう味全然変わるもんねきっとね全然もう 1cc でも変わるねそこの世界だもんなラーメンなんてねそう 1cc のあの表面張力でも全然変わるんだそんなにああそう変わんないでしょそれはさすがに変わんないかな <laughs> ということでオーダーメイドで作ってみたいものは俺が本棚でし、はいうんじ君がその0ドルレードルね、うん、そろそろお別れの時間ですここで改めてシドからのお知らせです、えー、12月23日にニューシングル「ほうき星」をリリースしましたぜひチェックしてください、えー、そしてシドライブ2021結成記念日配信ライブを開催します日日日時は1月14日木曜日 20時からのスタートになりますこちらすごい楽しいライブになると思いますんで皆さん是非コメントの方とかでも参加してみてください。えー、その他僕ら個人で SNS やったりだとかコミュニティもやったりしてるんでねしんじ君とかオンラインサロンやったりとか、はい、もう他のメンバーもいろんなことやってるのでえちょっと。 あの探ってもらえたらいろいろ出てくると思いますのでぜひ SNS 等チェックしてください。はい。え楽しかったね。楽しかった。楽しかった。ね、また呼んでくださいぜひ。<う><非>ずっといたいここに。ねずっと <laughs>。あもうそれは困る。なんなら入社したいここに <laughs> それ困ります。<laughs> というわけでえー、また会いましょうお相手はシドロボーカルマウト。ギターの真二でした。さよなら。